見てください、この景色、まるで映画のワンシーンみたいって。感動する間もなく、私が考えてることは一つ。 Wi-Fi どこ？取引先に返信しないと。どこにいても何をしてても頭に浮かぶのは上司と取引先の声。もしかしてこれが恋ってやつ？ということで皆さんこんにちは、仕事と恋に追われている桜子ちゃんです。はい、ということで今日から2日にわたってドイツ観光とクリスマスマーケット巡りをします。そしてなんと私一人ぼっちで行きます。え、恋に追われてるはずなんじゃないの？恋に追われてるなら一人で行くわけないですよね。まあ、とりあえずね、カップルたちのハッピーハッピークリスマスペロペロオーラに対抗するために、ちょっと待って、ハッピークリスマスペロペロオーラ、やばい。まあまあ、とにかく腹ごしらえして戦いに備えましょう。ってことで、まずはフランクフルトの人気イタリアンレストラン、トラットリアシチリアーナに到着。え？ドイツ来てるのに、イタリアンって思ったでしょ？でもここめちゃくちゃ評判良かったか。もうどうしても来たかったの。おー、店内もクリスマス感満載。めっちゃ可愛くない？テンション上がるわ。でも見て。なんか怖いシンボルあるんですけど。調べたらイタリアシチリアの三脚巴っていうマークらしい。倒れてもすぐに立ち上がるぜっていう意味だとか。うん、顔怖い。さて一番人気のビールも到着。ひょえねえねえ、これ絶対美味しいやつだよ。ではではでは、自分の幸せに乾杯。あー、めっちゃ普通のビール。お、バケットも来ました。ここ注文は QR コードでやるスタイルみたいなので、サクッとパスタも頼んじゃいます。来たー、パスター。え、超美味しそう。パスタ好きな私としてはもうね、幸せの極みですよ。ちなみに私のショート動画を見てる人はご存知かもしれないけど、本当にパスタ好きなんですよ。店のドアにはなんか賞を受賞したであろうシールもあったから、期待感マックスだったけど、期待通りの美味しさです。めっちゃ美味しい。アルデンテな食感で、ソースがね、またいい感じなの。ドイツ好みなのか、まあ、ちょっと塩気が強めだから、好みで調整するのもありかもね。店員さんに言った方がいいかも。でも私はめっちゃ好き。あー、美味しかった。あー、ごちそうさまでした。幸せ満タンですよ。幸せ満タン、孤独消失食こそ正義ってね。いや、ちょ、意味わかんないわ。さて次は5分10分ほど歩いて有名な橋へ行こうと思います。いやー、ヨーロッパってさ、どこ歩いても本当に綺麗だよね。この道端に止まってる車の止め方がもういかにも海外って感じでテンション上がらん。ちなみにここフランクフルトでは週末や祝日にリンゴ酒電車に乗って市内観光ができるんだよね。絶対乗りたいって思ってたけど、今回はね、週末でも祝日でもないので諦めます。次回リベンジですよ。今向かってるのはレーマン広場からすぐ近くのアイゼルナーシュテックっていう鉄の橋。ここさ、恋人たちの橋って呼ばれてて、カップルが南京錠をかけて愛を誓うんだって。え？私？一人ですけど。何か？でもさ、わざわざこんなカップルのハッピーオーラ満載の場所に向かうなんて、もしかして私はド M なのか？自らね、この修羅の道を選んじゃうと。あ、見えてきた見えてきた。あれ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 。どう？しっかりとした鉄の橋だね。鉄の橋ってだけあるわ。ちなみに、ここは夕焼けの時間に来るのがベストらしいけど、今ちょっと早いよね。でも十分綺麗じゃない？じゃあ早速橋を渡ってみますか。おお、対岸の景色がめちゃくちゃおしゃれだな。なんかハリーポッターの世界に迷い込んだ気分じゃないね、ハリー。橋にはカップルたちがつけた南京錠がちらほら見えますね。こんな感じで名前と付き合った年数っぽいのが書いてあるんだけど、え、めっちゃ長くない？え、私そんな付き合ったことないんだけど。長く恋愛ってさ、どうしてみんな信じられるんだろう。恋愛ってさ、どうしてみんな信じられるんだろう。お、橋の上には嫌なことは嫌と言うべしっていう旗が掲げられてるね。いや、ほんとそれ。なんかさ、大人になると嫌だって言うのが難しくなるからさ、ねえ、このマインド忘れたくないよね。仕事だと自分が本当に思ってることを言っちゃうと、それで不利益が生じるんじゃないかってつい我慢しちゃうもん。でももうね、そんなつまらん大人とはおさらばしよう。さよなら傷だらけの日々よ、目指すは次の世界。ね、この歌ってさ、最初ってなんて言ってんの？ソーローって聞こえるんだけどさ、
あの早漏で合ってる。さて、無事に橋を渡り終えて、ついにレーマン広場のクリスマスマーケットに到着。もうかわいい、もうかわいい。夜のイルミネーションがやっぱり見どころだけど、昼間も十分魅力的じゃない。かわいい、見て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 、ドイツらしい木組み、木組みっていうの、これ木の建物が並んでるよ。超かわいい。よく見て、屋根も一個ずつ違ってる。もう可愛さ爆発してます。マジでおとぎ話の世界じゃない。そしてついに見つけました。ご覧ください、メインのメリーゴーランド。マジでこれが目的の一つだった。このメリーゴーランドに乗るためにはるばるね、ここまで来たようなもんです私は。おお、めちゃめちゃでかいね。いやー、マジでついに来た。なんでこんなにこのメリーゴーランドに乗りたかったかっていうと、ちょっと面白い話あるんですよ。子供の頃、私がドイツのメリーゴーランドに乗った記憶があって、それがすっごい印象的で何度も夢に出てきてたので、大人になってもう一回乗りたいって思って、母にドイツのメリーゴーランドが忘れられないから行ってくるわって言ったら、母が、あ、それドイツじゃなくて岐阜だよって。え、岐阜？実は子供の頃に乗ったのは岐阜県関市のモレダっていうイオンモールの中にあるメリーゴーランドだったのよ。でもそんなこと言われてもさ、信じられないじゃん。で、実際に私モレダに行って確認したのよ。そしたらこれマジ一緒じゃない。でも今回はもうね、ついに本場ドイツのクリスマスマーケットに来れたわけで、ただ金がない。楽しむには金がいる。現金が。カードはダメ。ってことで両替に行くしかないわ。先行っとけよってね。こんなスレスレの道を通って両替屋さんに行きます。よし、これでいいぞ。これで無敵の人です。こいつを持ってクリスマスマーケットに戻らなきゃ。ちなみにここのマーケットはドイツで最古とも言われてるんだけど、実はドレスデンも最古を主張してるんだよね。フランクフルトが初めてクリスマスマーケットを開催したのは1393年、ドレスデンは1434年。どっちが本当の最古なのかは、まあまあどっちでもいいよね。もうどっちも素敵だろうからね。ってことでフランクフルトのマーケットに戻ってきました。タクシーはここまでしか入れないってことだったからね、こっからちょっと歩きます。さて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 、念願のメリーゴーランドに乗るぞ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 。うわー、終了。むっちゃ楽しかった。今回はこのキンダープンシュを注文しました。クリスマスマーケットってね、食べ歩きと飲み歩き、これが醍醐味ですからね。これはお子様でも飲めるノンアルコールのホットドリンクで、スパイスが効いてて体が一気に温まるものです。しかもこの可愛いマグカップ持ち帰れるんですよ。すごくない？デポジットを払ってるから返せばお金も戻ってくるけど、持って帰ることもできるんですよね。これはもちろんお持ち帰りですよ。この可愛い子ちゃんを見ちゃ。このマグカップのデザインはサッカーとクリスマスの模様っぽいね。かわいい。かわいいといえばこちらの私のニット、今日のために買ったクリスマスカラーです。サムネ映え狙い。さて、喉も潤ったところで、次は広場から徒歩5分くらいの聖バルトロメウス大聖堂に来ました。これ圧巻じゃない？13から15世紀に建てられて、火災と戦争で2回も破壊されて、その度に再建されたらしい。チケットを買えば展望台に登れるらしいよ。え、今行ったらめっちゃいいサンセット見れそうじゃない？行きますか。気づけば95メートルの高さまで328段の階段を必死で登り続けました。さすがに疲れた。でも見てください、フランクフルトの街が一望できてめっちゃ綺麗。中世の面影と現代の街並みが入り混じって、めちゃめちゃ不思議な光景じゃない。こちらのね、川はあの有名なマイン川です。あー、死にかけたけど、このサンセットを見れたから許すしかないね。許すしかないね。いやー、さすがに疲れたな。ちょっと休憩させて。
てかさ、気づいちゃったんだけど、これ登ってきたってことは降りなきゃってことだよね。いやー、ヒール履いてここに来るのは皆さん完全にアウトです。私靴だけどアウトです。でも頑張って降りるしかないよね。もう転がり落ちたい。ゼーゼーしてる私を見て周りの人たちが頑張ったねって励ましてくれたけど、降りるの本当にハード。降りた時前後の人がファイナリーってお祝いしてくれたけど、もうカスカスの声でイエーイエーちなみに大聖堂の中は無料で入れるそうなので行くか。天井がアーチ状で素敵だし、このろうそくは有料だけど雰囲気最高じゃない。おお、天井がめちゃくちゃ高くて巨大な柱がいっぱいそびえ立ってるね。パイプオルガンも奥に見えるし、このステンドグラスもうめっちゃ綺麗。でも観光するより座りたい。もう休憩ですよ。椅子がふわふわで超気持ちいい。休憩がてらさ、せっかくならパイプオルガンの演奏聞きたくない？そしていよいよ本番、イエーイ、うー、カスカスからの声復活しました。ネタからうわー、レトロかわいい。昼も良かったけどさ、夜はライトアップが加わってさらにファンタジー感がアップしてるよ。マジでかわいい。いや本当におとぎ話の世界にいるみたいじゃない。さすがにさ、夜もメリーゴーランド撮りたくない？あー楽しかった。子供と同じぐらいはしゃいじゃった楽しかったから OK です。さあ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 、次は食事ターンでしょう。クリスマスマーケットといえばね、これですよ。これレープクーヘン、もう超定番。蜂蜜やスパイスが入ったクッキーみたいな焼き菓子で、よく見るとさ、一個ずつメッセージが違うの超可愛くない？意味わかんないけど可愛すぎて食べらんないよね、こういうの。私はね、赤ピンクっぽいやつ選びました。可愛い。こういう焼き菓子もいろいろあるんだよね。でも絶対さ、食べながら落としちゃう自信があるわ。てか、ん？あの、可愛くて食べられないんじゃなかったんですか？さあ、ホテルに戻りますか。いや、さすがに疲れたね、特に足が。五条ホテルに到着。ちなみにホテルの動画も前回上げてるのでこちら見てください。本当はここで最高ランクのコース料理を楽しみにしてたけど、もうお腹いっぱい、疲労感満載正直お腹空いてないな。ってことで、まあとりあえずロゼだよね。酒は入るんかーいってねてかさ、ウェイドレスさんが民族衣装っぽいの着ててめっちゃ可愛いのよ。見て、ほら可愛くない？バゲットが来たけど、なんか変わった匂い。ん？バターが香辛料っぽくて直接強いな。好き嫌いはだいぶ分かれそう。好き嫌いはだいぶ分かれそう。これはね、じゃがいものスープ。外が寒かったからね。あー、美味しい。もうこれもめっちゃ癖強い味です。もうしっかり味がついてる。でも体が温まるわー。てか食べるのに夢中でお店の様子はあんまり撮れてなかった。古城ホテルらしい中性感が漂う素敵な内装なの。もう気分はまるで酒飲み貴婦人。もう気分はまるで酒飲み貴婦人。次はイチジクのサラダ。実は私イチジク大好きなんですよね。お皿も可愛くない？美味しそう。うん、美味しい。そんでマッシュルームスープ。え、またスープ？って思うかもしんないけど、ガチで寒かったの。誰も温めてくれる男がいないからスープしかねえんだよ。美味しい。ちなみにさ、夫婦するのはマナー的に良くないっていうショート動画を出したら、コメントで、ね、猫舌だからしんどいんですけどって来てたの。これね、レストランは配慮して暑すぎないようにしてくれるところが多いから大丈夫です。てか隣の大家族がスマホで突然ラストクリスマス流し始めたこういうのが海外っぽくていいよね。みんなで楽しむ感じ、自由で好き。
食べ終わる頃には店内がガラガラになっちゃった。でも写真が撮りやすくなったよね。普段写真とか撮らないタイプだからさ、活動するまで分かんなかったんだけど、こういう人のいない時間でのベストショットを撮るために、世の YouTuber やねインスタグラマーさんは早起きしたりして頑張ってるんだろうなっていうのをね学びましたよね。さて私の部屋に戻ろうかな。この美しき階段も大聖堂の階段の後だからさ、もう地獄、足痛い。はあ、えらい。あかん、もう無理。もう非常にお疲れなので、もう寝ます。おやすみ。おはようございまーす。今日はドレスデンのクリスマスマーケットね。行きまーす。イエーイ。楽しみ。めっちゃ楽しみ。ここフランクフルトからドレスデンに行くには飛行機移動なので、メイクはもう最低限。コンタクトもしない。メガネ。よーし、準備できた。朝食会場に行こう。なんとかね、足も回復しました。寝たらだいぶね。でも昨日の疲れは本当にやばかった。お、外も少しずつ明るくなってきたし、いい感じ。朝食はね、ビュッフェ形式です。最高最高。すんか。紅茶どれにしようかな。今日はスプリングダージリンにしよう。酒飲み貴婦人から貴婦人へ。席はこんな感じ。可愛くないですか？窓からね、川が見えるんですよ。朝食はアボカド、オリーブ、マッシュルーム、魚、野菜スープ、ミートボール。美味しかった。もうすぐチェックアウトだから、この素敵なね、景色ともお別れですよ。やだー！窓から見える川の景色に乾杯して、最後の朝を楽しもう。いやー、外見て改めて思うけど、この古城ホテル本当に最高だな。かっこよくない？こんな素敵な場所で誕生日過ごせて最高ですね。うん、一人だけど最高の誕生日になった。待つさよ、今日待つさ。到着しました、フランクフルト国際空港。いやー、でかかっこいいよね、この空港。空港のスケールが違うっていうかさ。さて、こっから次はドレスデン向かいます。フライトは約1時間かな。短くてありがたいよね。今回はルフトハンザで行きます。飛行機って短時間でもワクワクしん？でも正直タクシーで結構酔った。ヨーロッパは石畳の道が多くて車内が揺れるんだよね。しかもホテルから空港までの距離、これが結構あって、揺れに弱い私はダウン寸前ですよ。なのでここでカフェイン補給タイムですよね。コーヒーは、いや、カフェインは全てを救う。こんな感じでパンもいろいろあってテンション上がるけど、まあでもね、ダウン寸前なんで、とりあえずコーヒーだけで。搭乗口に向かうバスに乗ろうとしたら、なんとコーヒー NG とのことで置き去りになってしまいました。なんで、コーヒー豆の味がしっかりしてて美味しかったのに。初めてこんなこと言われた。バスに持ち込めない理由は、おそらくコーヒーが透明じゃないからとかなのかな。まあ仕方ないけどさ。見て、かわいいルフトハンザのロゴ入りの甘いミルクチョコとお水をもらいました。かわいい、このチョコ。スカイマークとかもそうだけどさ、こういうロゴ入りのチョコレートとか可愛くない？そしてドレスデン空港に到着。まあ20分遅れましたね。まあまああるあるです、ある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 。でもまあ遅れたことは気にしないんだけど、問題はここからなんですよ。ウーバーでタクシー呼ぼうとしたらエリア外って出て呼べないの。ドレスデン空港って思ったより小さいんだね。私としたことが予約すべきでした。こんなとこマジタクシー絶対来ないよ。いやーっと着いたー。疲れた。ここはゲバントハウスドレスデンオートグラフコレクションホテルでございます。なんと5つ星ホテルよっ。旧市街探索にぴったりの立地なんですよね、ここ。建物めっちゃ可愛くないですか？この淡いピンクじゃない。淡いイエロー？待って、もう疲れてて。目が。とにかくおしゃれです。入りましょう、中に。お、ピアノの生演奏だ。いい感じの雰囲気ですね。
喋るの控えた方がいいぐらい。中は思ったよりモダンなんだね。うわぁ、ここフロントなんだけどめっちゃオシャレじゃない？超素敵。なんかディズニー感あるよ。オシャレ。テンション上がってきた。元気出てきました。さてさて、ここからお部屋紹介と言いたいところだけど、だけどですよ。荷物を置いてすぐにレストラン向かわなきゃいけないんですよ。予約してるんで。またもやタクシーエリア外だそうです。マーケットの渋滞で特に全然来ないよって言われた。間に合うのか。余裕で間に合いませんでした。ショック。まあ仕方ないよね。会場近くのカフェにでも入りますか。お店を探しつつ周りを見渡すと、ご覧ください、すごい景色が広がってるよ。おーって感じ。空の色がさ、信じられないぐらい綺麗じゃない。建物もめちゃくちゃおしゃれだしね。あの目の前には聖母教会が見えますね。あの教会は第二次世界大戦で破壊されたらしいけど、2005年に元の姿で再建されたんだとか。素敵。明日ゆっくり見に行きたいな。どこ入ろうか。寒いから早く決めたいけど、でもハズレを引きたくないよね、せっかく来たのに。でもまあこの辺り正直どこもハズレはなさそうだけどね。ちなみにフランクフルトよりもさらに冷え込んでるから、このドレスでめっちゃ寒いです。もう震え止まんないもんだって。ここに決めた。なんか建物でかいし美味しいに違いない。お店の名前はコーゼルパレーって言うんだって。元はコーゼル伯爵の館を再建したカフェレストランらしいよ。おお、まるで宮殿みたいじゃない。なんかクリスマス感すごいね。あれ、よく考えたらクリスマスシーズンだから、そうだよね、本当に一人でクリスマス満喫してんのか。でもね、そんな孤独感もご飯食べたら吹き飛びますよ。早速メニュー見よう。今日はこの後マーケットでいっぱい食べる予定だから、お腹のスペースを確保しないといけないんだけど、どうしてもね食べたいものあるんだよね。あったついに来ました。あいよー、プンシュ。あいよーね、つまらん。あいよー。これは卵リキュールをベースにしたあったかいお酒で、クリスマスマーケットでは定番らしいんだけど、ずっと飲んでみたかったの。いただきまーす。最高。めっちゃうまい。だけど生クリームがめっちゃくちゃりつく。恥ずかしい。でもめっちゃ美味しい。上は冷たくて下は熱々のコントラストが超いい感じ。甘くてバニラや白ワイン、ラム酒が絶妙に混ざってるから、甘党にはたまんない一品ですねこれ。まあマジで。そしてお次はこれもね、ずっと食べたかったの。ドイツの定番料理、グラーシュ。グラララでね、つまらんからやめな。ワンピース大好きなんです。日本で言うとビーフシチューに近い感じらしいよ。お肉とトマト、パプリカなんかの野菜を長時間煮込んで作るんだけど、ご飯と一緒に食べたらもうハヤシライス感満載らしい。この香り、香りがたまらん。おいしい、めっちゃおいしい。一口食べると牛肉の旨味と紫キャベツの酸味、これが絶妙にマッチしてて、でね、この桃、真ん中の桃、これがまたいいアクセントになってる。めっちゃおいしい。じゃがいもはもっちもちで、ドイツらしいしっかりした味わい。ちなみにじゃがいもはドイツ人にとって主食の一つです。でもこれ量多すぎる。完食できるかな。美味しかったー。ペロリですよ、ペロリ。食事も終わって店員さんがトイレのドアまでエスコートしてくれるというね。お腹も心も大満足です。さて本番のクリスマスマーケットに向かいましょうよ。街はもう賑わってますよ。まずはドレスデンの街を一望できる教会があるって聞いたので、そこに行ってみます。残念ながら17時で閉まってた。でも聞いて、階段はね250段もあるらしいから、まあ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 行かなくてよかったかもしれない。まだ昨日の疲れ引きずってますから。うわ、もう人いっぱいだよね。早く見たいんだけど。でもその前にネットで調べたら、会場前の中央図書館の上からも景色が見えるって書いてあったから、まずはちょっとそっち行きたいよ。上から見たいもん。まさかのコンサートがあるから入れませんでした。まあしゃーない、気を取り直してマーケットに突撃しますか。ドキ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 、楽しみ。いよいよこのドイツ三大クリスマスマーケットの一つで
最後のドレスデンマーケットに入ります。イエーイ。ドイツでは毎年150カ所でねクリスマスマーケットが開かれてるんだけど、規模が本当に様々で、20軒しかない小さなマーケットもあれば300軒も立ち並ぶ巨大なものもあるんですよ。ここはその中でも特に有名なストーリーツワルマルクトっていうねクリスマスマーケットなの。めちゃ言いにくい。おお、入り口から圧巻じゃない。シュトリーツェンはドレスデン名物のクリスマスメーカーシュトレンを意味する古い言葉なんだって。このマーケットはそのね本場っていうことで、もう絶対にシュトレンは食べたいよね。なんとこれ上に登って会場全体を見渡せるらしいの。これはね登るしかありませんよね。さっきから登れてないからねもう全部ダメだったから。早速行こう。やっと上来ました。めっちゃ綺麗。目の前に見えるのが世界最大のクリスマスピラミッド。高さは14メートル以上で、なんとギネス世界記録にも認定されています。あー早く近くで見たい。そんで門の上はね人でぎゅうぎゅう、もう押されたり引っ張られたりで、ね、クリスマスの世界から一気に現実に引き戻されますね。まあ、撮るもんだけどってちょっと早く降ります。よし、とりあえず観覧車行こっか。ここに来た一番の目的だからね。人混みが見てすごい。よし、最後尾に到着。ただね海外あるあるで、列が列になってない、きちんと並んでないから、どこから並んでいいかも分かんないし、もう横入りも当たり前って感じ。やめてよ誰。30分ぐらい並んでやっと少し前に進んだかな。見て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 、観覧車のさ回転めっちゃ速くない？ムードとかは特になく、完全にアトラクション感覚だよね。あれ、こんなところで止まんのこういう時さちょっとビビらん？おー、景色めっちゃ綺麗。意外とゆっくり回るんだね。4周くらいしてくれるらしいから、思い切り楽しみましょう。いやー楽しかった、マジでめちゃめちゃ楽しかった。アトラクション大好きだもん私。さあもう次はメリーゴーランド乗りたくない？昨日同様ね、ここにもメリーゴーランドがあるらしいので、まあ昨日ほどメリーゴーランドを売りにはしてないけどね、ここのは。でも可愛い。昨日とは違って今日のはもっとポップで可愛い感じ。でも個人的には昨日のが好き。チケット代わりのコインをねもらって、いざ乗るぞ乗るぞ乗るぞ。馬がいい、馬馬馬。お前本当に馬か？ラクダ？何これ私は何にまたがってるの？思ったよりスピード遅かったような。楽しかったけどちょっと物足りなかったかもしれないさて、騒いで喉も渇いたし、そろそろ飲み物タイムにします。酒というかブリューワイン、まあ酒なんですけど、マーケットに来たらこれ飲まなきゃ始まんないよっていうようなね、もう今までのは全部茶番でしたって言っても過言じゃないぐらい有名なグリューワイン。グリューワインはドイツ語でホットワインのこと。赤ワインに香辛料やお砂糖を加えて温めたドリンクなんだけど、これがね寒い冬にはぴったりらしいんですよ。そして皆さん、このカップ昨日と同じで持ち帰れます。最高。でも度数高っ。これは油断してガブガブ飲んだら危ないやつだね。飲みすぎて酔いつぶれる未来が見える、見えるぞ。オーストラリアから来た観光客が話しかけてくれた。コアラ好きだよって言ったら、なぜか絶滅危惧種のカモノハシの写真見せてくれたなんで。さらにオーストラリアではサンタはそれじゃなくてサーフボードに乗ってくるって本当？って聞いたら、そうだよ、アラハシャツに短パンで来るよって。本当にそうだったんだ。日本とは全然違うよね。これ結構国によるんだよねサンタって。あと私の写真を撮ってあげるよって言われて携帯渡したら、私のロック画面見て、ん？
日本人じゃなくて中国人って聞かれた。私椎茸占いが大好きで、ロック画面を占いの文章にしてるから、漢字だらけのロック画面見て中国人に思ったんだろうね。疑われた、嘘つきだと思われたかも。そして一口ね、お酒を交換して乾杯、そしてバイバイしました。関節キスでした。ブラブラ歩いてると結構声かけてくれる人がいるね。ん、待って待って待って、なんか演奏聞こえてくる、行ってみよう、そっち行きたい。おー、でかー、めちゃくちゃでかいね。大きいクリスマスツリーが目の前にあります。昨日のよりも全然迫力あるくない？この風に揺れてる感じがなんともロマンチックですね。見て見て、このクリスマスピラミッド、ギネス記録に認定されてるやつね。高さ14メートル以上ってすごくない？これ見にくいかもしれないけど、ピラミッドの上にはろうそくがあって、その上にプロペラがついてるので、プロペラが回ると飾りも一緒に回転するの。素敵。これも見て、昨日同様屋根の上には可愛い飾りがたくさん乗ってる。見えるかな？本当におもちゃの世界にいるみたい。素敵。よし、寒くなってきたな、またあったかいお酒頼んじゃいます。さっきオーストラリアのおじさんが飲んでたやつにしてみたんだけど、ついでに生クリーム追加でって言ったら、なんか店員さん変な顔してた。なんで？おじさん普通にやってたのに。あ、見つけた見つけた見つけた、これ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 、このお店を探してたんですよ。見てください、この金色のシール、これ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 、これは毎年品質チェックをクリアしたものだけに貼られるドレスデンシュトレンの証なんですよ。これこそが本物ってやつです。やったー、買えた買えた。早速一口食べます。うん、美味しい。甘くてずっしりしてる、ずっしり、まさに甘どしな感じ。とにかく生地がしっかりしてて食べ応えが抜群ですね。さてさてさて、もっと痛いけど切りなくない？逆にもういい時間ですね、そろそろホテルに帰ろうかな。なんだけど、どこか修道院っぽい雰囲気もあって、すっごい落ち着く感じ、めっちゃいいね。お水もちゃんと置いててくれるのありがたくない？お水ないとこほんとやだ。お風呂もすごい。このホテルを選んだ理由が、この広いお風呂なんですよね。しかもただの広いお風呂じゃなくって、なんとジャグジー付きなの。贅沢すぎませんか？さらにこのおしゃれな洗面台、もう完璧。お風呂の反対側にはトイレもあるから、床を水浸しにしないように気をつけなきゃね。タオルにホテルの紋章が入ってて可愛い。ただまあ歯ブラシとかはないね。まあ海外ではいいホテルでもないとこ多いからな。ボディクリームとハンドソープ、あとはシャワーキャップくらいかな、洗面台にあるのは。でも洗面台にティッシュがあるのはさすがです。分かってます。コーヒーメーカーもあるけど、以前の Vlog で言った通り、私5つ星でも日本でも機械の清潔さ信用できないんですよね。だからコーヒーはパスします。他にはセキュリティボックスやジュース、お酒、スナックもあって、クローゼットにはバスローブもある。でも正直めっちゃ疲れた足痛いし、簡単なホテル紹介にしちゃおう。私のチャンネルはこんなゆるい感じのね、紹介で OK です。はい。でも見て、お風呂最高、やばい、テンション上がってきた。お風呂大好きだから。ジャグジーの強さがね、調節できるし、見て、こんな感じでライトもつけたり消したりできるの、めっちゃ楽しい。やばい、最高すぎる。これでマジで疲れ吹き飛ぶわ。ホテルがマーケットから徒歩5分ぐらいだから、部屋の窓から人々の笑い声とか鐘の音が聞こえてきて、なんとも心地いいね。まあ今何も聞こえないんですけど。ってことで、見てくれた方ありがとう。楽しんでくれた方、高評価とコメントお願いします。それからまた私の冒険を見てくれる人は、チャンネル登録もポチッとお願いします。私誕生日なんでね、誕生日プレゼントにチャンネル登録と高評価とコメントと通知をお願いします。ちょっと欲張り、いやでもタンプレでお願いします。明日からはチェコに移動するので、また追ってね、 Vlog も投稿するのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。